はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンスカサンドラ編続きをやっていきましょう。まあ、とりあえず例によって降り立つ。カサンドラ、そう、前回神殿の周りにね、湖ができたんで、まあ、砂漠の地も多少はこれで潤ってるかな。てか SP が全然ねえんだけど、まあ、当面はちょっと町づくりを優先させていきますか。ほいほい、ここの区域まで進めよう。あとここ盾がつながってないから盾もつなげておこう、今の発展が終わったら。で、魔物もさ、上2つだけかな。あと、ま、SP がないからね、ちょっと SP を回復しておきたいけど。アロンゾ、あの遺跡のことをどう思う？あの遺跡には強力な魔物がいると睨んでいる。気になるんだったら神様が直接手を下したら。それはできません。こっちも放っておいてくれ。近づかなければ害はない。俺が探しているのは金色の魔物。お前はなぜ？来てくれ、アロンゾ。魔物がおいでなすった。続きはまたな。魔物退治は大事。いや、もうちょっと街を発展させてからにしよう。これもやりたいよね。資材ないけどさ、全然。というわけで、ちょっと始めたばっかりですけど、街の発展を見ていきましょう。ちょっと300貢ごう、人間に資材を。神よ、あの芸術家が作品を完成させました。神と天使の暮らす美しい楽園を表現した。芸術品は神に献上します。どんなものが出来上がったのかお手並み拝見。これおぞましすぎるんだけど。地獄の風景。これはご覧にならない方がいいかも。僕の知っている人はかなり違う。はい、アロンゾの経験の帳。次のレベルはね、もうちょいあるね。うわ、めっちゃ進行してる。で、そろそろちょっと防衛施設も作っていきたいんで、440あればまあそれなりに作れるでしょう。ちょっと見よう。あと1個作れるんで、待って、建築で魔法の砦を作ろう。ここら辺に。いいよ、破壊しちゃおう。で、あとは強化、強化できるものはどんどん強化していこう。レベル2、いや足りねえ。これが全部強化し終わったら魔物の進行をちょっとやりますか。じゃあこれ強化して、これも強化して、でこれも強化すれば、とりあえず今のところは最大値か。よし、じゃあ行こう。遺跡と魔物、経験の書を使おう。アロンとレベル3。よし、集中。魔軍進行、弓取り手の完全破壊。え、それもダメなの？ちょっと待ってね、防衛策をここら辺、あ、ちょ、ここら辺にやれるところにやっとこう。あと3つ、ここと、ここと、適当にここら辺。SP は重要だから、ちょっと SP 材はまだ取っておこう。使ってからにする。
魔物がどっから来るか。あ、来た。こいつは何に弱いの？サンダーに弱いっちゃ弱いか。レベル2倒す。これで回復回復、もう一個回復するか。で、あの柵に詰まってる間にもう一回サンダーを落とそう。来い来い来い、来れるだけ来い。あ、こんくらいで、上からの進行はちょっとこのサンダーで乗り切るか。あ、もう英雄召喚できんじゃん。じゃあなんとなくここら辺にアロンゾが多分攻撃系のキャラだから、てかヒットポイントが全然違う。攻撃力ダニエラめちゃくちゃ高い。攻撃範囲広い。よし、こいつにしよう。召喚ダニエラ頼む。君の力が必要だ。あ、ここがやられてるけど、どうだ。めっちゃやられてんな。こいつらは何に弱い。クエイクに弱いね。いや、この魔物は強い。ただダニエラをここに派遣しよう。頼む、君の魔力が必要だ。あ、こいつなんだ、超わけわかんねえのがいる。何をすればいいか。こう竜巻か。マスクパーが不足している。ダニエラ行け。聞いてんのか聞いてないのかよくわかんねえか。風、柵を回収して。ここだいぶやられてんな。風は結構次の最後の群れか。てかピロトスじゃなくて、なんだっけこいつ、アロンゾ向かわせたいけどね。はい、こいつら一掃できんだ。ダニエラじゃなくてアロンゾが全く役に立ってない。もうここでなんとかしてもらおう。回収回収。レベル2を使うのに40必要だからな。 0.5 って 0.5 秒なのかな。これは無理だよね。消せるだけ消そう。どっから進行してくるのかが分かんないからさ、砦とかをどこに立てておけばいいのかがいまいち分かりづらい。いけいけいけ。弓兵強い。まあ今回は割と楽に撃退できたな。やれやれだ。魔物ってのはこっちの事情お構いなしに襲ってくる。そりゃそうでしょ。話の続き。金色の魔物がアモン遺跡にいないと確信しているか。金色の魔物の噂を集めてきた。建物の中でじっとしているのはおとなしいタイプじゃない。なぜそんなに魔物に執着するのか。住民からのお祈りでとっくに聞いてるんじゃないの。贅沢に暮らしたい、まあ、金色の魔物だと金を持ってるっていう、そういう安直な考え方かな。あと50かな多分。何かやればレベルが上がりそう。結構やられたからな、ここら辺。立て直し、再建が必要だ。次なる魔物の巣。ではこれで、何それ。依頼はされてない。様子が変。なんだ、どうしたんだ。もういいや。どっちを破壊すればいいんだ。こっちか。光ってるからな。封印しよう。魔物の巣もたまに一筋縄でいかなきゃいけないからな。
こいつも倒すもん。攻撃力アップのためだ。宝石を回収しておく。これ何？あ、普通に敵か。一体あとこれだけ。弾幕も結構激しいからね。ほら、こっからファイヤー。え、当たってる？当たってる。超強い。ちょっと待って、どのタイミングだ。もう一発出てきた。倒した。楽勝だったな。ファイヤー強し。魔物に抗う力を得た。砦がプラス17個って意外に少ないよな。どうした、住民の様子がおかしい。仮に魔物が出なくたって、うっかり坂でも転げ落ちてしまう。アロンゾのおかげ、全員無事だったからいいもの。頼まれてもいないのに住民を守った。あいつが金色の魔物に執着する理由が族のためって風には思えない。いい変。レベルアップ。よし、 SP10 で、また発展見ながら。遺跡が現れてから住民たちはすっかりおかしくなっちまった。魔物の家まで攻めてこられたらひとたまりもない。これあげる。旅の途中で手に入れた。古の技術、魔物を引きつける鐘について記されている。神様なら理解できる。魔物寄せの鐘も使ってうまいことを魔物を誘導してくれ。一応用心棒。こんな便利そうなものを持っている。実際この鐘はすごいもの。魔物寄せの技術。え、手に入れたけど使い方がわからん。神よ、我らカサンドロの民は皆あの遺跡に取りつかれている。気がつくとあの遺跡に入りたいとそればかり考えては時間が過ぎている。寝ても覚めてもいけないと思えば思うほど思いは高まり、お許しください。神へ祈る時間よりも遺跡のことを考える時間が長くなった。遺跡は私たちをどうするつもりなのか。あの遺跡で間違いがない。なんだ、どうかしたんですか。人間たちの信仰心が遺跡に奪われている。神の力の復活を阻止しようとしている。またあれか、ちょっともう一個砦を建てよう。でどうしようかな。ちょっと砦っていうか弓兵少し上の方に置きたい気もするけどな。魔法攻撃、魔法攻撃ここにしよう。で資材を回収してレベルアップをしよう。強化、今レベル2までだからね。よし、 OK。 では再び魔物の襲撃、経験の書を使おう。レベルアップするか。4つでレベルアップした。41。誰を呼び出すかだよね。ダニエラでいいとは思うんだけどな。でまた SP 回復剤があるから、どこで試すの。範囲内の魔物を引き寄せる。耐久度は防御策より低い。壊れるの間魔物をその場に引きつけておくことができる。あ、なるほど、一気に引き寄せてって感じだよね。ちょっと待ってね、防衛策
こう、ここと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 、ここ。あと、こっち。ここら辺。で、魔物寄せはもうちょっとあれだな。ここにやっても、まあ、ありっちゃありかもしれないけど。あ、来た。左から見てる。まあ、少し襲撃してんな。いや、先にこっちやっちゃおう。ゲッ、なんだ、引き寄せられている。あ、 SP 回復剤が。待って、行け、アロンゾ。敵の猛攻が激しくなってきた。一応サンダーを一回やっとくか、超広範囲に。ちょっと待って、やっぱりやってみる。魔物引き寄せ、なるべくあれが集中してるところがいいな。防衛策が、防衛策っていうか砦系が。まだいいか。回復回復。よし、英雄召喚がいけんな。ここはもうダニエルだ。任せる。ここに戦場のど真ん中に召喚する。でここはちょっと足りん、もう5足りね。ダニエルいけ。なんか破壊されたっぽいな、何かが破壊されたっぽいな。てかアロンとかやられてるか。ちょっと待って、これさ、すげえ減るんだよね、あの神殿が。回復、回復をしない人マジでやばい。てかまだあれが打てない。 0.5 雷で死ね。いや、一発で倒せねえ。マジクマもない。倒した。回復の、回復のダニエラちゃん頼む。最後の魔物の群れ、ダニエラじゃなくてアロンゾをここにやろう。あ、こっちからも来てる、左からも来てんな。とりあえず回復して、回復して。俺の SP がないのよ、 SP ってか。アロンゾ攻撃してるか、ちゃんと。ダニエラマジで強い。ここに移住させよう。頼む、君だけが頼りだ。なんとかなりそうかな。なんか必殺技使ってんのかな。もうあと見守るしかないからね。でもいけそう。あとはもう時間の問題だ。時間との勝負。よし、 SP ここに来て、 SP こんな来てもな。あ、なんか使うか。サンダーが効果大クエイクか。足りてんだよな、これも。ダメだ、サンダーで嫌じゃ。はい、ダニエル倒した。さすがです。一応向かわせるか、意味なさそうだけどな。結局金はあんまりまだ意味なかったね。これリンゴ食ってもさ、あれはあんまり回復しないんだ、神殿は。てかダニエラのサンダーで一掃したな。マジ強えこいつ。あれ、女の人が誘惑に打ち勝てず遺跡へと迷い込んでしまった。
遺跡の中で恐ろしいものを見、正気に戻って命からがら戻ってきた。恐ろしいものとは金色の魔物。確かにそれを見た。確かに見た。ついに見つけた。だが待ってくれ、その魔物は身の毛もよだつような恐ろしい存在。っていうかさ、じっとしてるやつじゃないの、じゃないの。行くべきではない、危険だ。待ちなさい、お前ではあの魔物にはかないません。お前自身が分かっている。神に行動を促した。なぜ金色の魔物が普段とは違った行動をとっていると思いますか。それはきっとあの魔物が神の力とそれを守られた民を恐れているから。今すぐあいつを倒してくれ。民の心が遺跡に奪われたまま、肝心な時に何もしてくれない。神様なんて役立たず。夢にまで見た敵が目の前にいる。やはりお前は。でも進行度上がったよ。あとは魔物の巣はここだけか。あ、戻ってきてる。魔物の巣へ向かう。ぼんやりしていて無事で済むと思ってんの。動けるもので魔物の脅威を取り除く。見てらんない、俺も行くから。探していた金色の魔物は見つかった。君はそちらに行きたいんじゃ。行きたくてたまらん。あんたらのことも放っておけない。用心棒なんだから。いいやつだ、アロンゾ。でこれはもう単純にここを破壊すればいいと。よし、やってやろうじゃないの。突入。なんかすげえとこに降ろされたな。おおお、なんだ、ちょっと待って、あれ地獄みたいなのがいる。それより先にこれを破壊する。攻撃力上がってないからな。まあでも大丈夫かな。いや全然問題ねえな、これ。例によってファイヤー、やつが飛び立ってるんだけど、それまでに型をつける。あのアリ地獄何のために飛び立ってったんだ。無駄だったな。魔物の巣を封印した。これ多分3になるんじゃないか。お、鳥でかよ。まだ先に言っておくけど、ここに来たのは俺の意思じゃない。住民の代理で報告に来た。あれ、犠牲者が出たか。いや、そろそろ限界か。故郷はずっと遠く、妻と子供と暮らしてた。ちっちゃな幸せを壊したのが金色の魔物ファーラオ。突然現れて故郷の人間を皆殺しにして去っていった。復讐のためにずっと奴を追いかけている。俺だけじゃ奴を見つけることも見つけたところで殺すこともできない。金色の魔物の嘘を吹聴して待ってたの。そうすれば欲をかいた奴が必死で探してくれると思った。その上そいつがちょっとはダメージを与えてくれるかもしれない。結果そいつらがどうなろうと復讐が遂げられればいい、そう思って。ここの連中ときたら欲に振り回されないどころか俺の心配なんてする。調子は狂うけど俺の目的は変わらない。そのためにできることをさせてもらう。悪く思わないでよ。米の栽培。お、文化レベル上がった。よしよしよし。地上の魔物の数も減ってきた。生き残りが身を寄せて群れをなしている。襲撃に目を光らせておいた方がいい。では犠牲になってもらおう。文化レベルのために。君たちにはドーン。どんどん壊していこう。犠牲が必要だ、町の発展には。それを上がってくれ。これ一気に壊しちゃっていいのかな。めちゃくちゃ一気に壊してるけど、ギリギリ巻き込むところで。これも必要な犠牲なんだ。分かってくれ民よ。あとこっちの方、あの破壊しすぎたからさ、マジックパワー回収の畑ができてない。もうさら地になってってんだ。神はお怒りになられた。
突然ですがカサンドラの人間たちは何か伝えたいことが文句言ってくんじゃねえかこれ。おお神よ、なぜ我々の町を破壊して回るのですかみたいな。工場レベル3、まあまあやろう、頑張ってくれたまえ。カサンドラに暮らす民の数は増え、町は以前より大きくなりました。いや小さくなってるけどね。貴重な水を行き渡せるためには井戸の建設が必要。資材をどのように賄うか。井戸の建設の道のりはなかなか険しい。なるほどね。ぐるっと遠回りをしているような気分。そうだ、急がば回れ、町を建設せよ。レベル3の、それが君たちの井戸作りに発展になる。あ、そういえばさ、魔物の巣がないからさ、もう魔物倒してレベルアップができない。 SP5 って今どっから手に入った、ここ。唯一残った畑から SP を回収した。ぼんやりしてるところ悪いけど、ちょっと聞いてくれる？神殿で神の声を聞いた。俺の名を語って一体何をするつもりだ。神はあんたらが遺跡からの誘惑に必死で耐えたのを知っている。それを知った上で絶対負けないでほしいと言っていた。あんたらの強い祈りが神の力になる。負けずに祈り続ければ神は必ず現れる。あの遺跡の丸い魔物を全部やっつけてくれる。だからもうちょっとだけ頑張ろう。本当か、神が我らにそのようなことを。アロンズありがとう。その言葉を胸に我らは遺跡への思いを断ち切ってみせる。その調子。街の外が騒がしい。空気を読めない襲撃だな。みんな行ける？いやいや、まず無理無理無理だから。大型イフリートの撃退。いや、ちょっと今の状況だとさすがに勝てないんで、とりあえず街を発展させて、抗える力を手に入れたら、襲撃やっていきましょう。というところで、今回はここで終了したいと思います。次回は、街が発展したところから、やっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。